有声量唇フルエ音は、死因の類型の一つ。唇を、ブルブルと震わせた音。国際音声事母で、と記述される。イタリア語やドイツ語その他では身震いする際に、時折この音声を伴うことがあり、書物には、BRRR や PRRR などと書かれる。ただし、擬態的な非言語音声としてであり、正規の言語音声として存在しているわけではない。 カメルーンの上語には、正規の言語音声としてが存在し、例えばジョーグリ方言では、犬を、マイという。英語版のバイラミアルトリルの記述によると、正規の言語音声としてのが確認されている地点は、アフリカのカメルーン、インドネシアのスマトラ島、ニューギニア島、ブラジルのアマゾン川流域であり、希少だが地点に偏りはない。 ピーター・レード・ホージ・ド・パウルズ・コンソナンツ。セカンド・エディション P165 と付属 CD によれば、パプアニューギニアの本島のすぐ北にある、小さな島で話されている、ケレでは、カオ、オ・アムビューリムと、同等で話されるタイタンでは、ネズミ、オ・ムブレという。また同書付属 CD によれば、ブラジルとボリビアの国境地帯で話されている、オロウィンでは小さな男の子、オ・ T。 うムといい、私は、マルタの上を歩くを、t、アットオーケーイナンという。アレクサンドル・アディラールニコロス・ピー・ヒンメルマン編、ザ・オーストロゲシアン・ランゲージズ・オブ・アジアマダガスカル、より、レア・ブラウン、ニアスを見ると、同書 P563 に、に関して説明がある。イタリア語版のビブラント・バイラビアルの記述と、ハットリ・シロー、音声学、P73 より、 http://www.sil.org/silesr/abstract.aspu, ref="2003 から 004", は、有声音に対応する、無声音を表す記号として用いている。t と、はこの順で、ほぼ同時調音である。また、音声を聞くと、tott おきんと聞こえるため、 やや音韻的解釈を混ぜ込んだ、IPA 表記と思われる。h t t p b o o k s g o o g l e c o u k b o o k s i d 5 i 1 a n q m u l m c u p r i and, プリンゼックイコールフロントカバー &dq="22The a u s t r o n e s i a n l a n g a g e s of Asia", and マダガスカル 22v="Onepage and,q&, f イコールフォルス1地点の強時的な情報だけから通じ的な変化の過程を読み解くのは容易ではない。もともと部だったものが部に変化した可能性がある一方でもともと部だった音節が u の直前でだけを保って残りは bv に変化したのかもしれない。比較言語学の手法で相互に bv を再考することができるならその上で変化の過程を 本文のように推定することはできるが、比較言語学的な検討が行われているかどうか、定かではない。ありがとうございます。